どっちか見ていいと言われればベイブルースよりも大谷翔平を見る。革命的だよ。ともとあるソックスのレジェンド守護神。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸型18日日本時間19日、大リーグ、ロイヤルズ2-5エンゼルス、カンザスシティ。 エンゼルスの大谷翔平選手28はロイヤルズ戦に2番 DH で出場。5回に2試合連発の24号を逆転2ランを放った。継続中のものではメジャー最長の15試合連続安打で24発と58打点は共にメジャートップ。 歴代11位の通算368セーブを誇るレジェンド守護神、元レッドソックスのジョナサン・パペルボン氏42は、米 FM 局 WEEI に出演。もしどっちか見ていいと言われればベイブルースよりも大谷翔平を見る。見られるのは神の祝福だと思うべきだ。と、大谷こそ史上最高の二刀流だと力説した。最近思うんだ。 一体こいつは現実の存在なのかと、ね。革命的だよ。恐ろしいくらいファンタスチックだ。プレイし、準備するためには何が必要か、俺はわかっている。それを、投打の両方でやるなんて、あいつが MVP 投票で負けるとすれば、故障した時だけだ。パペルボン氏は救援選出6度。2007年のワールドシリーズは、 チームメイトの松坂大輔、岡島秀樹と共に、松井和夫、現西部監督、を擁するロッキーズを相手に優勝。最終第4戦は、胴上げ投手、となった。この際のウィニングボールは行方不明になり、後に持ち帰ったことが判明したパペルボンは、飼い犬がかじってボロボロにしたから、捨てちゃった、と釈明。周囲が疑心暗鬼になったエピソードでも知られる。 写真は A、B、中日スポーツ。M、L、B、人の放つ打球じゃない、大谷翔平のとんでも弾道にスタンド戦立、感染も命がけ。緩いカーブを捉え、今季最速となる189キロ玉。四角エンゼルス後にロイヤルズ日本、時間19日カンザスシティ。 エンゼルスの大谷翔平投手は18日日本時間19日敵地ロイヤルズ戦に2番指名打者で先発出場し右翼席へ24号にランを放った打球速度は今季最速となる117.1マイル約188.5キロで瞬く間にスタンドイン高級割れるぞだんだんと人の放つ打球じゃなくなってるとファンも驚きを隠せない 5回の第3打席でザック・グリンキーの69.7マイル、約112.2キロのカーブにタイミングを合わせて強烈なスイング。力を貯めて打ったイハツは角度22度でスタンドに突き刺さった。連日特大弾を連発しており、バットは絶好調。ツイッターでは感染も命がけ。 打球エグすぎ、24号 HR の打球やばすぎ問題ある、打球速度117マイルと書かれてんだろ、と、強烈打球に仰天するコメントが並んでいた。フルキャント編集部、大谷翔平、2試合連続の24号球でシーズン53、初ペースに、米メディア共端ホームランを打ち続けることを止めない。 現地6月18日日本時間19日、エンゼルスの大谷翔平は敵地で行われたロイヤルズ戦に2番 DH で先発出場。5回の第3打席に今季24号、2試合連続となる豪快アーチを叩き込んだ。 一点ビハインドで迎えた5回無視二類の場面、大谷に第三打席が回ってくると、相手先発のザック・グレインキーが投じた6球目のカーブを引っ張り、打球をライトスタンドへ運んだ。メジャーリーグで生まれたありとあらゆるホームランのデータを集計している、ウッドイット・ドンクの公式ツイッターによると、大谷が放ったアーチは打球速度117、1マイル約188、5キロ。 打球角度は22度、飛距離422フィート約128、6メートルを計測した。二刀流スターがリーグ本塁打ランキングでトップを独走している。この試合で放った一発で今季24号とした大谷は2位のジャジ、ヤンキースに5本差をつけてリーグトップ。 また、22本塁打でラリーグトップに立っているアロンソ、メッツにも2本差をつけてメジャートップの数字を叩き出している。ここ19試合で12本、シーズン53本ペースのこと次元の量産体制でライバルたちを突き放している。大谷のこと次元の活躍に現地メディアは驚きを隠せない。 米スポーツ専門局、フォックススポーツの公式ツイッターはホームランの映像とともに、翔平大谷はベースボールを発射するプロフェッショナルだ、とツイートし、弾丸アーチに反応。また、フォックススポーツ、アナリストで大谷マニアで知られるベンダーランダー氏は自身のツイッターで、翔平大谷は地球上で最もホットなバッターであり、ホームランを打ち続けることを止めない、と投稿。 大活躍を見せる二刀流を称賛するとともに、驚異的なペースでホームランを量産する大谷に驚いた様子で反応した。勢いが止まらない大谷翔平。絶好調の状態をどこまで続けることができるか。文・構成、生。ここからネクスト編集部。大リーグ公式が着目した、今週の大谷、が凄す,すぎる。 九死に残る一週間、二十年間見ていなかった野球を再び見始めた。岸形十八日日本時間十九日、大リーグ、ロイヤルズに配分後エンゼルス、カンザスシティ。エンゼルスの大谷翔平選手、二十八、はロイヤルズ戦に、2番 DH で出場。5回に2試合連発の24号逆転2ランを放った。 継続中のものではメジャー最長の15試合連続安打で24発と58打点は共にリーグトップ。大リーグの公引ツイッターがこの日今週の大谷と題し改めて紹介した成績がすごすぎると話題になっている。火曜13日本塁打。水曜14日本塁打。木曜15日投手で6回自責1勝利投手。 金曜16日日本類だ。土曜17日本類だ。日曜18日本類だ。このツイートには日本時間19日午後13時時点で12,400以上のいいねが押され230人のコメントが寄せられた。その中には 九死に残る一週間だ。大谷がいるから20年間見ていなかった野球を再び見始めた。我々は全員偉大なるものを目撃している最中なのだ。などの反応があった。中日スポーツの反応が。